マンホーレ甲府背番号16番松橋勝です。よろしくお願いします。マンホーレ甲府の選手を紹介するプレイヤーズファイル、今回は背番号16番ディフェンダーの松橋勝選手です。長崎県出身の松橋選手は2009年に大分トリニータからヴァンフォーレ甲府に加入。スピードを生かしたプレーで長年チームのウイングバックを任されてきました。さて今回は背番号16番ゴールに絡むプレーでチームを引っ張る松橋選手にいろいろと質問しちゃいます。個人的にはこのチームに力に慣れてなくて、ちょっと不甲斐な感じでな気持ちいいですね。まあ、正直話、田舎だなっていう それが第一印象でしたね。はい、そうですね。やっぱ長崎で山梨がその次に長いんで、もう第二のふるさとみたいになってて、はい、とても住みやすいです。まあ、兄がサッカーやってたので、いつも後ろついて、はい、一緒にやらせてもらってたのがきっかけです。相当な負けず嫌いだったと思います。ボール取られたら削ってでも取り返したいとか、はい、小さい時ですか。三浦和です。やっぱり、はい、長崎 そのスタジアムでよく試合とか来てたんですよ。でその時にカズさんに初めてサインをもらって、それからサインになります。そうですね、まあ自分が入った時は J2 からのスタート で、まあ、上がったりでまた落ちたり、いい時もあればっていう悪い時もあったし、それが J1 に定着できるようにもね、これからやっていければとは思いますけど、まあ皆さんご存知だと思いますけど、あの土屋さんの存在が本当自分にとっては一番大きくて、サッカーに対しての考え方だったり、はい、後輩に対する接する態度だったり、はい、いろいろ教えてもらったっていうか、はい、自分も結構下とかとあんまり絡みとかがなかったんですけど、一応話すようには、はい。まあ、ゆうすけ、あと川田とか、まあ、昼飯一緒に、昼ご飯一緒に行ったりとか、はい。まあ、サッカーのことあんま話さないかも。最近話題のこととかワンピースとかそっち系多いですね。なんかワンピースのアプリがあって、そう、それで、あと今映画始まってるじゃないですか、それを見に行こうかとか。最近のブーム、 YouTube でワンピースのなんか研究してる人たちがいるんですよ。それを見てる。YouTuber のいろんな説があって、ルフィはゴールドロジャーの子供じゃねえのかとかもありますし、俺はあそうなんだみたいな、とか言って一人で驚いてるぐらいですけど。そうっすね、どっちかって言ったらゲームかな。あれアウトドアじゃないですか。ああ、どっちかって言ったらインド派。インド派。うん、本当はキャンプが行ってほしい。ああ、行けない、テント立てれない俺。ゴルフとか始めたいと思う。始めたいと思ってます。やりたいと思ってます。新井良平と一緒に一回打ちっぱ練習行こうって言って、ちょっとずつ自分もやっていこうかな、ちょっと趣味増やしていこうかなって思ってます。もう牙が抜けたトラっすね。荒れてましたけど若い時は、はい、まともな人間になってきたかなと思ってます。自分でだいぶ丸くなった、はい、と思います。甲府在籍11年、楽しい時も苦しい時も長年チームと共に歩んできた松橋選手、豊富な運動量と瞬発的なスピードを武器に3度目の J1 復帰を目指す。土屋さん、石原勝さん、尾身君とかの背中を見て育ってきてるので、40近くぐらいまでは食らいついていけるように、はい、まあ、もっともっと頑張っていかなきゃいけないし、そこを目指してやっていきたいと思います。
チームで決まるなって、本当 J1 昇格に向けて、はい、本当いい雰囲気で練習やっていけたら、はい、じゃあそこで自分も機会になれるように、はい、頑張っていきたいと思います。まだまだ厳しい戦いが続きますけど、これからも熱い応援よろしくお願いします。